シンターマニーナーゲー社、ラーマチャンドララーオは、インドの科学者、バンガロール生まれ。1951年マイソール大学を卒業し、バナーラスヒンドゥ大学を経て、1958年、パドゥ大学で学位を得た。1984年から1994年の、アイダインド科学研究所の所長、パドゥ大学、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、 ラトローブ大学などの客員教授を務め、インド政府の科学諮問会議の議長も務めた。1982年王立協会フェロー選出。材料科学、固体科学の権威で、繊維金属酸化物の分野で功績があった。ラニクオ4のような相乗構造の酸化物の合成に、最初に成功した科学者の一人である。金属、絶縁体転移の制御の分野や、 超巨大磁気抵抗や高温超伝導の分野に貢献した。また2005年にはフランス政府からレジオンドヌール勲章を贈られた。ありがとうございます。